おはこんばんちは、伊藤です。先週の金曜日のマヌタロト復活の陰で、マヌタに衝動、アナゴトーマスと、文化大変、というクエストに、アップデートがありました。マヌタに衝動、アナゴトーマスは、数字が出た玉が、2個以上確定でもらえるように、文化大変は、大鎧玉が出やすくなったという、ちょっと曖昧な感じです。私も、いろいろ装備を作って鎧玉がなくなりかけてきましたので、今回は文化大変に行ってきました。ということで、文化大変、属性ヘビーで、グレンタギブバゼルギウスに挑む。マムタロトが来て、属性系武器にスポットが当たる中、属性ヘビーはどうも話題に上がりません。速射がないとか、火力でライトに負けてるとかいろいろ言われますが、ヘビーにはヘビーの強みもあります。では、早速装備紹介していきましょう。はい。装備は属性御用達のムフェと一式。天達部で積もうかとも思いましたが、今回は弱者生存戦略でも使えるように、ガードを生かした戦い方を想定しているので、結局天部で装備となりました。スキルは、上から、攻撃属性攻撃強化レベル6、下がの解放レベル5、体力増強レベル3、属性やられ耐性レベル3、超耐震レベル3、回避性能レベル3、ガード性能レベル5、ガード強化、弾丸節約、耐震的属性。シリーズスキルで、新入脈覚醒が発動しています。ボウガンのカスタム強化は、リロード補助パーツ1つ、シールドパーツ3つ、弾丸重化パーツを1つを採用しています。これによって、強血弾を、反動症、リロード普通で撃つことができます。装填拡張は採用していませんが、装填数7は、優秀ですね。カスタム強化は、回復能力付与1と、属性強化2をつけています。今回の構成は、耐震率補強のために、一般的なニキビや弱点特攻を使っていません。今回の装備がムフェと一式ということで、武器なしに耐震率が 40% 付与されます。そして、攻撃するたびに自傷ダメージを受けてしまいます。力の解放は、特定の条件を満たすと、耐震率上昇とスタミナ消費が軽減されるスキルです。この、特定の条件とは、敵に発見されてから5分、または、累計ダメージ180以上発生した場合に発動します。今回の場合は、モンスターからの攻撃によるダメージと、自傷ダメージがあるのですぐ発動することを見込んでいます。それでは、早速どんな感じか見てみましょう。場所は特殊闘技場です。逃げられないというのは周回するにはいいですよね。まあ、こっちも逃げれないわけですが。入り口の石ころを拾って、松明食べ丼をやっていきましょう。スカイビッシュ壁、ドーン。あ、恥ずかしいやつです。まあ、気を取り直して、やっていきましょう。今回の作戦は、闘技場という狭い空間であるので、大体中央付近を陣取って撃っていきます。ボウガンの弾には、それぞれ適正距離というものがありますが、今回使用している属性弾に関しては、近距離から遠距離、つまりは届く範囲がほぼ適正距離に値します。なので、中央付近から四方八方へ撃っても、全てが射程圏内ということになります。ヘビーボウガンはガードができるので避ける必要もなく、突っ込んできたらガードで耐えて抜けていった方へ撃てばいいのです。下がの解放が発動しましたね。ここから2分間は、耐震率プラス50と、スタミナ消費量 50% 軽減となります。お供のお皿さっきから、バラをばらまいて何をしているのでしょうか。かわいいかわいいけど。一応、お供にアラマを持たせてあります。お供がしびれアマを使ってくれました。これはチャンスです。ヘビーボウガンの楽しいところは、やっぱり狙撃銃なんですよね。
バレルは頭よりも尻尾の方がダメージが通ります。なのでできるだけ尻尾側から打つか頭から尻尾に抜けるように打つのが理想ですね。フロウが切れていたのでアサシンのソウイに着替えておきましょう。アサシンのソウイは敵に見つかっていない時に着てしまうと発見された時に脱げてしまいますが、見つかってから着ると時間にいっぱい着ることができます。スロットさんと2が1つずつついているので防具だけでは足りないスキルを補うことができます。滑空のソウイもスロット4が2つついていますが、アサシンのソウイの方が長く使うことができます。滑空のソウイは空を飛べますが、アサシンのソウイは足が速くなるという機能付きです。ヘビーみたいにもろもろ歩いてたら意味ないんですけどね。前回の動画でもご紹介した導きの地収集などでも役に立ちます。鎧が待つ流れで言うと、導きの地で領域機関の燃料を採集して領域機関を回すという方法もあります。しかし効率的に考えると微妙という話もありますが、報酬が鎧がない場合にもいろいろあるので、ついでにいろいろ集めたいという場合はいいかもしれません。ちなみに領域機関に1回10回アンセットを回すと大体1万5000くらいの燃料を消費します。運にもよりますが、早くて2時間程度でアンセット分くらいの燃料を手に入れることができると思います。鎧玉だけに絞った場合、このクエストを回っている方が効率はいいようです。基本ずっとこんな感じなので、ちょっと飛ばしましょう。開始から6分くらい経つと激風装を使うことができるようになります。このくらいの時間になったら槍の前に陣取っておきましょう。この頃にはもうバヘルさんは瀕死状態なので倒せるはずです。使用可能になりましたとアナウンスが出ましたね。バヘルさんが寄ってきたらレバーを思いっきり引いてください。お疲れ様でした。タイムは初手壁ドン失敗したり、グラッカラビにはまあまあじゃないでしょうか。今回は多い鎧玉1個と10鎧玉7個出ました。はい、お家へ帰ってきました。何度か周回しましたが、大鎧玉は確定ではありませんでした。ちなみに今回の動画では激運チケット等は使っておりません。大鎧玉の出現率はおそらく 30% 以下くらいじゃないかと思いますが、決して高いとは言えませんが、10鎧玉はかなり出るのでそこそこ効率はいいと思います。アルバトリオンに向けて装飾品や装備もアップデートをしておいてくださいという運営からのメッセージだと思いますので、この機にレベルアップさせておきましょう。ガンナー系だと特に即死がなくなるというのは大きいので、できる限り上げておきたいですね。あと丸神ソウロウの生存戦略動画は右上リンクから飛べますので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。私も攻撃ミスとか撃であと呼ばれる装飾品が全然出ないので、しばらくは並ぶようにしてみます。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またこのモンスターが倒せない重ね技巧であって等のリクエスト要望がありましたら、コメントいただければと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた瞬く真夜中に大きな月が顔出して